金曜は中華人民共和国出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーはうほど、うこさめなど。2014年、2015年世界ジュニア選手権優勝。ハルビン首闘機運動項目訓練中心に、所属、王とペアを組み、全国花様なめ、表金表彩などに出場。また同じく王とのペアで、 ローラースケートフィギュアの全国選手権にも2005年のみ出場し2位の成績を残した。2007から2008シーズンには、総三とのペアで全国冬季運動会の予選となった全国さまなめ。2008年から、うこさめとペアを組み、北京正規制 FSC に所属。2009年の全国花様なめ、表金表彩で4位に入るなど、 国内の競技会で成績を残し、2010年、世界ジュニア選手権に出場し8位となるが、中国の2つの出場枠しかないところに誤って3組、出場しており、中国選手で最も低かった、う、金組の成績が取り消された。改めて国際競技会デビューとなった2010、2011、ISU ジュニアグランプリオーストリア杯で3位。続く、 ISU ジュニアグランプリチェコスケートで優勝を果たした。チェコスケートでは3位で、ジュニアグランプリファイナルへ初出場し3位に入った。2011から2012シーズンは、ジュニアとシニアの掛け持ちで、両、グランプリシリーズに出場。世界ジュニア選手権では、同じ、コーチの下で練習をしている、随分性、半創組に次いで銀メダルを獲得した。 翌シーズンの世界ジュニア選手権では SP1 位だったが FS で5位となりメダルを逃した。2013から2014シーズンの国際大会で全勝し世界ジュニア選手権と世界ジュニア選手権両方で初優勝を飾った。2014から2015シーズンよりシニアクラスに完全移行。中国杯では銀メダルを獲得した。NHK 杯では 銅メダルを獲得し、グランプリファイナルへも進出した。世界ジュニア選手権では2年連続2度目の優勝を果たした。2015から2016シーズン、中国杯では銅メダルを獲得した。NHK 杯では銀メダルを獲得し、グランプリファイナルへ2年連続進出できた。その後、四大陸選手権では銅メダルを獲得し、初めて表彰台に上がることを果たした。 2016年4月26日、ウコサメ、金洋組とウほど、超広し組との間でペアを組み替えることが発表される。金は、ウコサメとのペアを解消し、ホウほホどと新たなペアを組むこととなった。2016から2017シーズン、中国杯と NHK 杯で2位、グランプリファイナルでは6位だった。アジア冬季競技大会では、同中国ウコサメ、 超広仕組に次いで銀メダルを獲得した。四大陸選手権では5位。その後、国別対抗戦では中国組キャプテンとして初出場、ペア競技で合計11点を獲得した。ありがとうございます。